ただいまより全日本ジュニア王座争奪トーナメント20分一本勝負を行います。赤コーナー150パウンド鈴木美香、赤コーナー160パウンド麻生京子、5人の選手の中のうち、くしくも2年生同士のぶつかり合いとなりました鈴木美香対麻生京子。いくつなんですか、彼女は。鈴木選手が17歳、はあはあ、で麻生選手が16歳ですね。へえ、すごい、もうすぐ一つ年を取りますけどね、はい、誕生日がね、もうすぐになりますね。当たり前やろ、年取れんかったら、なんか食べてねえで、ほんまに年取らんやつを、しかしでも17とか16見えないでしょ。いや、でもやっぱり顔見たらやっぱり可愛いね。あ、なるほどね、うん、ジャガーさん、はい、どうですか、この試合難しいんじゃないですか。そうですね、ロングの背比べですからね。あ、でも麻生がね、体力作りに専念してるのをよく見てましたね。あ、そうですか、スタミナがないんですね、昔からないないって言われてましたね、やっぱ自分はスタミナを作ることだけだっていうことでね、まあ、ランニングしたりとか縄跳びしたりとか体力作りに専念を受けますね。あ、そうですか、だいぶ変わってきましたかね。そうですね、あとまあすごい意欲的ですね、この、まあ、ジュニアに対して。うん、まあ、麻生選手は決勝戦のね、2月26日が、なんと誕生日というね。あ、そうですじゃあぜひ ね、出なくちゃいけないですね。なんか本人はそこでぜひともね、優勝を決めたいなんて言ってましたけれどもね。さあ、まずは麻生選手が後ろを取った。この鈴木選手ですけども、トーナメントでは麻生選手になんか分が悪いみたいですね。そうですね、何か新人王トーナメントの時も麻生選手と当たって、佐藤巻き合いの時も麻生選手と当たり、2回とも負けてるそうですけどね。そうです、なんかすごくおっとりした選手でね、あまり表面に出さないんですよね。闘志みたいなものを ね、だからもうちょっと表していければすごいいい素質を持ってると思うんですけどね。あ、そうですか、体もね、結構大きいですからね。そうですね、背も一番高いんじゃないですか、この同期の中で。172センチですか、そういった意味ではもっともっと大きくね、育ってもらいたいという気がしますけどもね。そうですね、ただまだ2人とも若いですからね、余裕持って伸びてるんじゃないですか。確かにそうですね。あつみちゃんなんかはこの年代を見てどうですか、17歳と16歳。私より、そうですね、下なんですけどね、私の方が下みたいです。さあ、現在はデスロックで鈴木美香選手が攻めています。さあ、これは足を取って、さあ、今度逆にデスロックに取ります。麻生のラリアットってのは僕は初めて見ましたけども、今ボンバーじゃなかった。あ、ボンバーね。デビル選手が使ってるような感じのね、あれでしたね、はい、さあ、これもです、2連発お、3連発と続けています。これは練習してたんですか、ジャガーさん。そうですね、このボンバーはいつも練習してますけどね。さあ、5回ボンバーを食わせました。取って抑え込み。さあ、まだ分かりません、ここから繰り返すことができるか。懸命に粘ります、懸命に粘る。さあ、体が反転した。カウントが、カウントが入ります。カウント2つ、ロープに手が届きました。今のは結構危なかったですね。危なかったら手に入ってます、ね、決まってましたね。さあ、もう一度。リングシューズみんな可愛いですね。そうですね、みんなそれぞれデザイン考えてますからね。デザイン考えてね、結構あれみんな個人個人でやってるんですか。そうですね、自分の好みで色とかデザインは、エナメルでね、ああいうエナメルは高いんですよ。ああいうエナメルは安まえたらひびが入りますけどね、まあ、柔らかいエナメルでしょうね。まあそういういらんこと言いますけどね細かいとこに気が付くんだよね。結構細かいとこ気が付きます。そうですね、サポーターはひょっとしたら何かの番組出てもうたやつ運動大会とかあるでしょ、運動会とか、そういうサポーター呼びにくれてよう持って帰る人間いてる
吉本も予算いってるけどね。吉本変わりませんかね。女子プロレスも。さあ現在はどうやら麻生選手の方にがいいような感じですが、これドロップキック、これが鈴木選手の得意技です。特殊法ドロップキックが決まった。ロープに振ります。もう一発出るか。今度は片足です。しかしもんのせ動きはいいですね。ねえ、このスピード感がいいでしょ。うわあ、もう一発、これはたまらないといった感じでエプロンサイドに逃げますが、中に引きずり出す。さあ手を取って抑え込みに入ります。今度は逆に鈴木美香選手の抑え込みです。やはり戦前の予想通り激しい争いになってきました ね、 ね。さあスモールパッケージ。なかなか1点2点と戦況が動いていきます。さあ現在はボディシザー。この選手の声もよく聞こえますね。マイクを仕込んだんですか。マイク仕込んでたら大変ですから。ビールサイド。あ、この場でやってるんです。あの胸元に出てますよ、マイクはね。そりゃそうです。えらい声出すんです。大変ですから。胸元の声だとどないするんですか。今日はダガーさんが思いっきり笑ってますよね。そんなやったら音声さん困りますよ。そんなもん何かと思うから。しかしあの息遣いがね、いやこっちにほら来るからね。さあアキレス腱固めに入っています。全日本ジュニアのタイトルは現在は石黒康子選手が3回防衛しましたが、それを返上して全日本の優勝宣言を得ております。その全日本ジュニアのベルトをかけて10人が戦い、現在は5人が残っています。さあもう一回ボンバーです。もう一回ロープに振って、今度は何だ、ショルダースルー。さあ抑え込みに入ろうとしますが、なかなかお互い粘っています。カウントはカウント2つ、カウント3つ入りました。最後は麻生選手記録。ちょっと膝を痛めているのか、悔しそうに立ち上がったのが鈴木美香。最後は結局麻生選手の粘り勝ち。2月26日誕生日の決勝戦に向けてまた一歩前進いたしました。ために手具の小さに君一本勝負を行います。赤子内百年神ご飯の石黒の月光熱くしいたびれ世界新入千平百色一般の大野天受験品。赤子内百三十ご飯の小松美香。熱く蹴る小実感のライオネス秋天政治が参ります。東大阪市中央体育館。今日は非常にこの会場がエキサイトしているんですけれどもね。いやあのね、僕の横にね、女の子いて、まあ、パッと見たら男の子みたいな、さっきボクボクで間違われたけどね。この子はね、長代チキサのね、あの子チキサのバッジをね、14個つけてるんですよ。すごいですね。ほんで今大森ゆかりちゃんにゆかりゆかり言うてね、それを声で届けんがもっと大きい声出せたらマイク稼いでね、ちょっと生意気なわけですね。いやしかしあすみちゃん、はい、この人気見てどうですか。いやもういつ来てもすごいです ね特にまた今日はじゃあそうですね、盛り上がってますね。これだと選手もやりやすいでしょう。やりやすいですよ、ね、もうお客さんのおかげで盛り上がるところありますからね。本当にね、さあまずはおっといきなりリング外での戦いになるのか。さあいきなり放送席のそば、大森ゆかり、そしてライオネスアスカ。ちょっと今大森ゆかりが油断しているところを後ろから回し蹴り食らいましたね。今ね、不意な蹴りが痛いんですよ、ね。
さあリング上はライオネス・タフカ、ファンのみんなが総立ちです。さあそして石黒康子にタッチ。石黒ですがかなりあれですね、極悪の色も抜けてきましたがね。そうですね、やつ慣れてきてるんじゃないですか、もういい役にね。そうみたいですね、なんかさっき話聞きましたらね、前は極悪のチームがいいプレーをすると拍手してたという話がありましたけども、最近はなくなったみたいですね、さすがにね。そうですね、それからこの石黒選手なんですが、2月26日川崎でブルナカノの全日本選手権に挑戦ということが決まったようですね。あ、そうですか、いかがですかジャガーさん。ブルにとっては強敵だと思いますよ、石黒は。もう今充実してますしね、技にしても今すごい研究してましてね、前今引退したジャンボ堀選手ですか、あの選手の技をだいぶ受け継いでんですよね、自分 の一番体に合ってるっていうことで、それをマスターしてきてますからね、技も多いですし体がも大きいっていうことでね、実力もあるっていうことでは強敵だと思いますね、ブルには ね。 なるほどね。まあしかしブルナカノの方もこの石黒選手のことはもう百も承知と言いますかね。そうですね、お互い同じチームにいたからお互い知ってるでしょうけど、さあ大森ゆかり選手、そして小松美香選手、さあそして大森ゆかり対ライオネス・アスカ、ファンもよく分かっています、大きな歓声。リングの中央、本当に何か耳鳴りがするような大きなね、うちの仲間じゃん、すごいね。もうなんかおさむちゃんもなんか耳を押さえてますけどね、はい、聞こえます。僕このおさむちゃんですやと一個目立ちませんよ、これも今日はちょっと目立たないでしょう。あの大森ね、あのゆかり選手はね、僕前番組でお会いしたことあるんですよ、ヘアスタイルがちょっとあの変わったね、前から前もショートカットやけど、なんか中上隊のなんかフックみたいな感じで、感じはね、前はもっとね、まん丸い感じのね、ヘアスタイルというんだけど、おっとカウント2つ、今の危ないよ。僕彼女にね、あの表金とかで持ち上げようと思ったけど、持ち上がれんなって、あ、大森選手を持ち上げようとするんですか。そうそう、持ち上げて持ち上がれんから、簡単に彼女に持ち上げてもらったもんやっぱり力強いもんね。でね、やっぱり食堂でやっぱりご飯も大盛りでしたよ。よく見て、さすが細かいですね。僕はもう女みたいな性格ですからね、細かいことは。いや、大盛選手は今やね、3WA の世界チャンピオンですからね。あの、でも、もっと優しい子ですね、この子ね。そうでしょ。ああ、持ち上げた。この足りなかいに殺到。さあ逆に足を取ります。タッグマッチですけども、なんかこの2人のシングルも見ていたいような気がしますね。そうですね、このね、力強いですね。そうですね、さあ本当に力が入ります。大森ゆかりとライオネス・アスカ。僕は一応あの大森選手にあの一応応援しますよ。応援しますか。一回お会いしてるからね、僕ね抱っこしてもらったからね、大森選手に。だから今日頑張ってもらわないかんと。じゃあ厚美ちゃんはアスカ選手を応援してもらおう。あつみちゃんが5月でしたかね、横浜でね、多分その頃だと思うんですがね、腰を痛めましてね、ライオネス・アスカ選手が、はい、それで、ちょっとしばらく試合を休んでたんですがね、ちょうど休んだ時期にね、あつみちゃんが来なかったという感じでね、元気のいいところを見ててください。はい、あ、アガコーナーからは石黒康子が出てまいります。苦しそうな表情。さあしかし逆になりました、リバースのフィギュアフォーレスロック。やっぱり技でね、やっぱりきついのは足技が痛い。あ、足技ね、本当に痛いですよ、やられたら。あの、おさむさんは賞金プロレスなんかでやられてましたっけ。僕はあの一応あれはやってないんですけど、僕は小さい頃僕はプロレスラーになりたかった、本当は。あ、そうなんですか。中学生ぐらいまで、まあ、体重とっても身長がなかったもんでね。僕はもっと格闘技好きですから燃えますね、こういうのを見ると。あ、
大盛り頑張れよ。ね、特に今日はまたね、環境もいいですよ。ね、やったのか。さあ、小松美香選手の胸元、そして赤コーナーに連れていきます。さあ、そして石黒やっとそのまま落とします。ジャガーさん、この石黒選手のいいところっていうのはどうなんですかね。一番いいところっていうのは、やっぱり思いっきりがいいところじゃないですかね。あ、怖がらないんですよ、何をやるの。あ、なるほどね。それがその成長につながってるんじゃないかなと思いますね。おっ、そうなるほどね。ちょっと打ち方大丈夫だったんですか。後頭部かなりね、激しい技でしたね。頭カー変えてたから。さあ、クロスカウントは2つです。さあ、逆に逆に抑え込む、高さ抑え込み、カウント1つ。こういった技も上手いですね。器用ですね、この選手はね。そうですね、細かい技が本当に上手くなりましたね。いつも同じこと言ってますけど、本当に上手くなりました。なんか見るたびにどんどん上手くなってきた気がしますね。さあ、これはすごい。カウントは、おー、よく返した。よーく返しました、小松美香。さあ、もう一回ロープに捨て、おー、やっぱり力強いですね。さあ、そしてこれはロメロスペシャル、この天井の体勢、これはご存知ですか。これは知ってます、おさむさん。よくね、昔ね、ビル・ロビンソンが使われた。人間風車ね。あの時は人間風車一発で倒れてましたけど、最近は人間風車だけではダメですよ。さあ、決まりました、この天井です。要はあの、吉本にアクロバットチームがあるんですよ。それだと、まあこれ、まだわらわちゃいますけど、そういう感じですから。吉本と似たような部分がありますか。さあ、なんとか外れましたが、かなりダメージが大きい。さあ、ここはタッチはどうやら認められたか。おお、コブラスイートに入ったところが出てまいります。ライオネ、さすがタッチをしたというアピールしていますが、どうやら認められました。さあ、またアスカと大森ゆかり、ファンはたまりませんね。アッカーコールとゆかりコールが入り混じります。さあ、山田茂り、全日本を目指す石黒にとっては願ってもない練習相手になるかもしれません。ライオネ、さすがです。カウント2つ、いいブリッジで返します。アッカーの右腕は何かあれはトラブルですか。旅の間にやったんですかね。しばらく試合見てないんですけど、分かんなかったんですけどね。ちょっと何かね、そうですね、関節やってるんじゃないかなと思うんですけど ね、固定されてますからね。なかなかね、この人もいつも元気ってことがないですね。そうですね。さあ、カウントは勝つ。もうこうなるとブリッジ合戦です。やっぱもう前道、ジャガーさん、こうブリッジしてこう組み合ってたいないですか、もちろん。そうです、ブリッジはもう基本のね、絶対痛めるもんね、やってますと。さあ、サリ攻撃、逆だ、逆。さあ、そしてこれは取ったら、おお、これはうまい、これはうまい。何か1点2点でどちら優勢に試合が進んでるかわからないような感じですが、さあ、がっちりと体を持って赤コーナーにゆっくりと持っていきます。そして出てくる大森ゆかり、あとは任せろといった感じ。さあ、ゆっくりと方向転換。さあ、ブロックバスターの体勢です。ブロックバスター、完全に決まった、たまらないという感じ。青コーナー、さあ、再びアスカ、お、これはドロップキック、待っていた石黒やっとにドロップキック、リングサイド落ちました。大丈夫でしょうか。さあ、そして全選手がリングした、全選手がリングした。アスカと大森ゆかりの場外乱闘です。さあ、青コーナー近く、カウントが続きます、カウントが続きます。中に戻って戦ってほしいという気がしますが、どうか。カウントが続く、カウントが続く、あーっと放送席内、放送席内にライオネ、サスカ、今度は逆に逆に大森ゆかり、さあ、右がある、15、17、18、サスカが上がるか、カウントが続く。
さあ石黒が入ったか、石黒が入りましたね。そうですね、はい、いや最後に石黒が入ったようです。懸命に石黒を抑えていたんですが、小松が抑えていたんですが、最後の1秒ぐらいでしょうか、石黒が中に滑り込みました。非常にファンが楽しんだ一戦と言っていいでしょう。サンデット日本勝負は大森ゆかり選手、石黒康子選手。さあファンはもう一回コール、非常にプロレスファンが感動した一戦でした。ただいま新日町最初に一本勝負を行います。赤コーナー、全日本卓球選手権125ファンド、長谷和也。さあ、赤コーナーは長堀和也、ペースが舞います。青コーナー、210ファンド、ダンプ松本。本体ダンプ松本。ぜひ、本戦です。さあ、倉沢あすみちゃんがついに放送席からいなくなって5分が経過しようとしておりますがそういった試合にならなきゃいいんですけどもね。さあ、リング上では睨み合い、ダンプ松本、そして長堀和恵。レフリーはこういった試合でいつも血を鳴らしているホセトです。流血点は免れないか。さあ、いきなり場外乱闘、一旦戻っていた倉沢すみちゃんですが、また逃げちゃいましたね。あー、もうゴングが鳴った瞬間です。そして極悪同盟が中に入れ込みます。そう、これが必要です。ダンプを倒すにはこの回転固めが必要です。しかし、まあ、いかんせん体重差がありすぎますかね。そうですね。あすみちゃん、大丈夫ですか。なんか逃げる体勢ばっかですね。なんか足が違う方に向いちゃってる。あのレフの方、後ろは円形脱毛症じゃないいやあれ、ずっとね、ダンプとかにやられてますからね。そのせいかもしれませんよ。あの、一回この間頭切って縫ってるんですよ。あ、やっぱりね。そんで周りをこう丸く刈りますからね。あ、それが生えてきたんですよね。あ、そうか、ね、説明しないと後世に悪いですよね。そうですね。確かにホセトレスというのは非常にね、あの流血戦になると必ずこの人がレフリーやってるって感じで。そうですね、飛ばし受けてかわいそうですね。確かあの、さあ長友が出てきてコンピングです。大阪城ホールの紙切りマッチでもね、大流血でしたね。確かに、そうですね。さあ、長堀が懸命にローキック、今日はこのローキックを使いたいと言っていましたが、ちょっと寝転がったままじゃ威力がないかもしれない。さあ、100キロが追いかぶさります。うわっと、よく返した。さあ、ダンプがロープに飛ばします。何が出るか、ボディアタック。カウントは2つ。ダンプも丸巻きといっていますかね、ゴロゴロ転がりながら、なんかね、そうですね。何か本気のあすみちゃん、膝の方向が違いますよ。大丈夫、大丈夫。まだ大丈夫ですか。あすみちゃんね、お前、仕事せんぞ。逃げてばっかりだよ。いや、しかし行ってるおさんちゃんの方もなんか向こう見てませんでした今。僕はね、こっち向いてください。どうかもう言うてもらえ、僕はコンテのサトルですからね。もうね、もう机から足は半分出てますよ、ほら。行ってももう左手に行ける体勢ですから。もうね、いいとこですね、そこは。いいとこですね。もし、このまだゲスト来たら、またこの席お願いします。あの、ちゃんとね、来るときはね、ジャガー先生が教えてくださいますんでね。大丈夫ですよ。専念してみてください。これまでちょっとあの仕事に没頭していただけますか。いやー、なかなか落ち着かない仕事ですけども。さあ、
今度はロープを使っての攻撃です。この長堀の相棒の小倉選手ですが今入院中でしたっけ。そうですね。どうなんでしょうね、小倉の方は大きくなってますか。まだ手術はしてないと思うんですけどね。あ、そうですか。決まってると思うんですけど、ちょっと詳しくは分かんないんですけど、まだ手術してないですね。膝をね、やりましてね、長堀選手はまだまだ、お一応まだ若手になるわけですか。長堀選手はまだ何歳でしょうか。今年は19、今年19になるんじゃないかなと思います。あくまでもダンプ松本にチャレンジするというあれですか。そうですね。さあ、しかしちょっと長堀のスタミナが切れてきたか。さあ、持ち上げた持ち上げたダンプ松本、これからどう料理するのか。前に何か叩き落としたという感じです。かなり効いている、かなり効いている長堀。家で飛び込むときに頭から飛び込まんと胸打ったりする感じで、ね、見てみるあれ胸打ちでしたね。おさみちゃんね、はい、非常にこの人はね、長堀選手というのは、はい、いわゆる中年の男性に人気があるんですよ。ああ、そうですか。いかがですか、ご覧になって。いやー、やっぱり色っぽいですね、この子。あー、ね、ただやっぱり心配だけど、本当にやっぱり胸打った女性急所でしょ。 あんな結構やって大丈夫なんかな。その辺ジャガーさんどうですか。平らに当たればそんなこともないんですけどね、ちょっとつま先が入ったりとかするとやっぱり痛いですね。ああ、そうやろね。しかしこのダンプ松本の余裕たっぷりの攻撃をご覧いただきましょう。もう何かもてあそんでるといった感じがしますね。そうですね、3人で1人ですからね。ダンプというのはそんな悪力ありましたか。そうですね、力はあるんですけど、ね、ただ手が体ほど大きくないんですよね。だからそういう部分で損してるとこあるかもしれないですけどね。力はありますね、やっぱり。なんかフリッツ・エリックを思い出しますね。フリッツ・エリックね、鉄の爪。あー、懸命にキックで返しますが、何かダンプ松本のキック一発くらが何かね、長堀のキック5発に相当するんじゃないかという感じ。おっと、すごい音を立てて赤コーナーまで蹴り込んでいきました、ダンプ松本。しかし今日は非常に長い時間戦っています。長堀としてはおそらくダンプ松本と戦っている一番長い時間ではないかと思われます。30分一本勝負です。とにかくこういう体の大きい選手とやるときは序盤戦でも疲れちゃいますもんね。そうですね、もう速攻攻撃でいかなきゃダメですよ、やっぱり。インカウント2つ、今のは何か見つれてほしいという感じでしたけれども。さあ、そしてロープに飛ばす、そろそろラリアートのかな。あと水平打ち、かわしたさあ、そして回し蹴り、懸命な後ろ回し蹴りですが、ドロップを3発目倒れた。さあ、そして右からも3人がかりドロップキック。さあ、そして長堀がロープに上がる、長堀がロープに上がる。さあ、ダンプに決めるです。ハイアングルからのキック、カウントは2つ。さあ、ダンプをどうか、ダンプがスリーカウントを取るのは本当に難しいが、果たして取ることができるかどうか。おっと、円錐切り。おっと、ダンプ松本の円錐切り。円錐切りやるんですね。意外でしたね、今のは。アントニオ、アントニオ命を持った。動きが早いですからね。そしてラリアート、いきます、さっきのが追いかぶさる。さあ、ロープの外だ、逃げれるか。ちょっとダンプとしては位置が悪かった。さあ、そしてパワーボムか、パワーボム、このまま決める。パワーボムが決まった。今のパワーボムすごい、今の効いてますよ。落ちてる角度から見たら分かりますからね。ちょうどいい角度でね、この首と、ね、固まったけどね、脳震残して大丈夫かな。大の字になって倒れています、うん、長堀選手かなり効いてるでしょうね、ジャガーさん。これはそうですね、真っ逆さまみたいですもんね。はい、そしてダンプ松本は意気揚々と控え室に戻っていきました。しかし今日はダンプ松本身軽な、ね、ところを見せましたね。そうですね、動きが早いですよ。はい、またダンプの戦いぶりが楽しみになってまいりました。
そして今日のメインイベント30分勝負チーム対抗公式リーグ戦です。今青コーナーからは極悪同盟ナンバー2ブル中野を筆頭にコンドル斎藤、中前めぐみ、パンテラスレーニャ、この4名のチームがリング上です。本日のメインイベントチーム対抗公式リーグ30分勝ち抜き戦を行います。赤コーナー150ポンド鈴木美香、そして125ポンド堀田由美子、そして150ポンド宇野貴沙子、そして150ポンド長山智香、あー惜しくも点が入りました、長山智香です。あとは180ポンド中前めぐみ、そして140ポンドコンドル斎藤、そして全本全本180ポンドブルー中本、そして140ポンドパンテラスレーヘン、最後にパンテラスレーニャが紹介されました。30分での勝ち抜き戦チーム対抗公式リーグ戦です、この試合は昨年行われたんですが、昨年は100試合だけを行いまして、ニューヨーカーズ、そして長与千草のニューヨーカーズ、そして極悪同盟が優勝をかけて争いました。そして結果的に極悪同盟が勝利を飾ったわけです、それを今回は前期後期に分けまして、今度は5チームによって行われます、このチームを紹介しておきますと、まずは極悪同盟、極悪同盟はダンプ松本、ブル中野、コンドル斎藤、中前めぐみ、岩本、そして影香織に、そして外人選手、そして新たに加わりましたのが新人の宍戸選手です。そしてニューヨーカーズはこの長与選手を筆頭に、長与、堀田、高橋、平田、宇野、そして鈴木というチームを組んでいます。さあそしてボンバーズですが、デビル正美選手、そして山崎、立野、小倉、さらには麻生、そして新人王の豊田、そして工藤、こういった選手が入っています。そしてホワイトベアーズ、大森ゆかり選手を対象に長友、中島、天田、そして極悪同盟を脱退しました石黒、そして木村、この6選手、そして最後にアストロズ、ダイオネス飛鳥選手を筆頭に小松、西脇、大橋、前田、長堀、麻生、神谷、以上の選手によって第2回のチーム対抗リーグ戦が行われます。アウトーと、ジミーと中山の手が止まった。本当にいいレフリングで知られています、ジミー加山、よく見ています。カウント2つで止まりました。さあそしてコーナーからの攻撃はコンドル斎藤、そしてパンテラスウェーニャ、なかなかうまい長距離ですね。そうですね、綺麗ね。おーっと、これはどうですか、アスミちゃん、今のは
なんかびっくりしてなんかね目が点になってましたけどこういった技がうまいですね。パンダ杉山さん思い出しましたね。変形の戦闘だと思うんですけどね、ああいう技は得意ですね。パンテラは確かに。さあカウント3が入って鈴木美香がリング外に宮根さん退場となります。じゃあ、あの鈴木選手はもう今日これで試合には出れないんです。次は赤コーナーはもう3人で戦うしかないと。あ3対4ということで、極悪同盟の方にはリング外、ユーゴン・エリカもこの戦況を見守っています。さあこの戦いは結構見応えがあります。まあ何か馬跳びのような格好で言わせました。さあロープに振ります。いやしかしこういった技ではパンテラも切れ味がね違います ね、 そうですね。スタイル的にはあのメキシカンスタイルなんですね今みたいな動きが。ああなるほど。おっと今のは長与千草が危なかった危なかった。カウント2つは優位に入っていました。さあそして長与千草を押さえつけて上からパンテラ3回目。ああっとこれはダメ。これは長与がよく見ていました。さあそしてさあそのままこの逆さで押さえ込み。さあこれは決まるか。カウントは3つ。長与もいろんな抑え込み方をやります。何種類持ってますかね長与選手は。あいつ抑え込みをね今一体何をするんだろうと思って見てましたけど、ね、さあこれで3対3。まあしかし極悪同盟の場合は2人外に1人したら外に出ても関係ありませんもんね。関係ないですね。場外乱闘ならば結局出てくるわけですからね。そうですね。おさんちゃん、はい、いかがですかこれまで女子プロレスをね初めて間近でご覧になると言ってましたけど、はい、いやほんまに昔の僕はビルワット思い出しましたなかなか意味は分かりませんけどね。その良き時代のプロレスあれでしょ、ブルノ・サンマルチノとかね、人間されて8歳とボム・ブラジルが出てきたね、はいはい、前世紀のプロレス、ね、僕彼女たちはそういう風にですね女子プロレスやってほしいですね。なるほどね。そういった意味で女子プロレスもどんどん、ね、大きくなってほしい気がしますね。ただ言えることはね喋ってることはもう声援で聞こえからないですね大丈夫です大丈夫です、多分文章になってると思います。あどうですか。あのブル中野っていう選手は有名な選手でしょ。ブル中野は非常に最近 ね、あの強くなってきてる選手ですよ。極悪同盟でもね、はい、あのやっぱり一応親分格の方、そうですね、全日本のシングルのチャンピオンでもありますし、ほうほう 3WA の世界タッグチャンピオンでもありますからね。ほうほう、それはこの間あの行われましたけどね。 3タッグはね、あ、他の選手 3WA のタッグは、あ残念でしたね。また頑張ってもらいましょう。みたいですけどね、はい、まあそのブル中野ここを抑え込みます。今やつながってるの宇野選手ですか。堀田選手今はね堀田選手ですね。堀田選手宇野選手感じ似てるから、そうですね、最初見た感じはわからないかもしれませんね、あすみちゃんが5月に来た頃っていうのはこの2人っていうのはまだまだ新人の頃だったんですかね。そうですね。もしかしたら印象がないんじゃないですかこの2人っていうのは。どうですか。あまりない、あまり印象に残ってない、それが今やねもう若手ではもうナンバーワンの、ね、成長株になりましたから、ね、はい、なんかワンパクボールみたいで本当に、ね、まだ幼さが、ね、残ってるって感じがしますね。しかし懸命にブリしてこらえます。仲間へ片エビ片エビ、さあ、仲間を手に出します。ショルダータック、起き上がれといったこういった動作も最近は非常に板についてきました。さあ、抑え込みに入る、抑え込みに入る、そばでじっと長与千草選手がこの様子を伺っています。何か本当長与が心配そうと言いますかね、この若い2人の戦いぶり見てますね。ジャガーさんね、そうですね、新鮮味がありますね。でもね、
苦しむ。おっと、さあこれは飛び、さあ起き上がれ、起き上がれという感じ。そして鈴木美香を出す。さあ先ほど退場したも角も鈴木美香のドロップキック、これは互角同盟の岡本を奪う攻撃です。さあそしてロープに振るか、逆に振られて、さあ回転エビが止め、回転エビが止め、回転エビが止め、決まるか。カウントは3つ、仲間へ熱気の回転エビが止めで葬りました。さあこれで極悪同盟は2人になりましたね。2人ですね。ビッグ2が残りましたね、ええ、さあしかし宇野が捕まっています。ロープです。宇野が捕まっている。まあ、長谷選手もこの間の第1回のこのチーム対抗公式リーグ戦の時には、若い選手が出ている時にはあんまり邪魔をしたくない、自分が外に出ていきたくないということを言ってましたが、どうやら第2回も今までの様子を見ていますと変わりないようですね。そうですね、あの新人を伸ばすためにやってるんでしょうね、はい。まあ、特にこの2人はね、どんどん伸びていかなきゃいけない2人ですしね。さあドロップキック、宇野はこういった非常にスピード感のあるレスリングをしますが、ジャガーさんはこの宇野のレスリングはどういうふうにご覧になってますか。そうですね、一つ一つの技を完璧にやり遂げる選手ですね。キック一つにしても、ね、完璧に入りますし、まあ、自分で出していくコンビネーションもよく考えて面白みのあるコンビで出してますし ね、 なるほどね、見せるプロレスをしてますね。あ、なるほど。さあそして堀田を抑え込む。しかし、まあ、青コーナーのそばは極悪同盟総出です。さあこれがブルマカノ、何度言われたね、こういった痛め技も徐々に覚えてきます。はい、まあ、ジャガーさん、先ほどごチーム紹介しましたけども、はい、ジャガーさんは今回はどこが行きそうだなんていう予想を立ってらっしゃいます。そうですね、毎回あまり予想しないようにしてるんですけどね、まだあの新しいあのチームですか、それになってから他を見てないんでね、ただ何とも言えないんですけどね、この2チームはね、前に優勝、準優勝してますからね、その自信が出てますからね、次もまたっていうような気持ちでしょうからね、チームとしてはこの2チームがやっぱ充実してるんじゃないかなと思いますけどね。確かにね、まあ、戦力的にも非常に充実した選手に揃ってますね。そうですね、あの一応このチームっていうのはどれもあの平均を取った実力にしてるんですよね、はあはあ、だからそういう意味ではあのやっぱチームの何ていうんですか、あのチーム自体のコンビネーションというものがしっかりしていけばやっぱり強くなっていくんじゃないでしょうか ね、 なるほどね、個人個人じゃないから、はいはい、人を含んでるチーム対抗公式リーグ戦。さあ再びチグサコール。さあこれはブレンバスターがそのまま固めた。ブレンバスターホールドで言いましょうかね、こういった技をブルはよく使いますね。そうなんですよね、この間マスターしたばかりなんですね、ちょうど練習の時に見てたんですけどね。あ、そうですか。必死で練習してましてマスターしましたね。さあパイルドライバーの体勢です。長い回転した。さあドスンという感じで脳天空地決まりました。長いカウントはカウント2つ。あすみちゃん、これまでご覧になってどうですか。久しぶりのプロレスですが、もう選手の方の顔の表情が映っちゃうんですよ。顔の表情がこっちまで映っちゃいそうです。あ、なんか本当顔しか見ながら見てますもんね、あすみさんね。確かに今日はこの東大阪のファンの皆さんが本当に盛り上げてくれますんでね、選手のみんなもハッスルで、放送席もなんかね、そうですよ、レフリーもワン、ツーまで、スリー数えたんですよ、なかなかなれないから、だからワン、ツー、ワン、ツーばっかりですよ、ワン、ツー、ワン、ツーだったら、もうすぐ水田に今日さん来ますよ、今ね、出るんじゃないかと思いました、さあ、これは得意技、カウント2つ、決まりません、まあ、しかし新人の頃からブリーチみたいなのをね、
もう今のジャガーコーチが真剣にもう教えてらっしゃいますけども、そうですね、大切ですからね、はい、あのようなった交通事故でも少々でも無知打ちになれへんような感じ、いや本当にそうですよ、あのボクサーとレスラーは無知打ちにならないってよく言うじゃないですか、さあギャラリー最後に抑え込んだ、カウントは2つ、さあもう1回ロープに振る、ドロップキック、これは本当に宇野選手らしいドロップキックでした、さあドロップキック4連発、さあロープに振ります、今度の斉藤振られた、さあ片襟です、カウントは、お、決まるぞ、カウント3つ、完璧な片襟でしたね、そうですね、完璧に決まっちゃいましたね、見事取れなかったですね、全然何かもう、動きたいんだけど動けないっていう感じで、あっさり決まっちゃいましたが、あそこまで固められちゃうとダメですね、あれはもう今度が弱ったということもあるでしょうけども、決めたホールドが非常に完璧だったということですね、さあこれでどうやらフル中野しかいなくなりましたね、フル中野は3人倒さんことには勝たないわけです、そうです、もう向こうの3人を倒すしかないんですよね、こうなってくるとニューヨーカーズがぜん盛り上がります、残っているのは3人です、それも長代、堀田、そして宇野という、もう元気いっぱいの3人が残っています、まあしかしいかに振るというのもこの3人はね、大変ですね、いかにも辛いですね、辛いですね、スタミナは持たないですからね、3人相手っていうのはね、おお、これは今また変わった動き見せましたが、今一番トレーニングしてるやつですね、出ました、バックドロップホールド、ブルー中野の得意技です、これは前も見たことあるんですけどもね、今度はこれにブレンバスターまで加えてまいりましたね、さあ宇野が綱木に上がって、あとはホッター、そして長代、さあ長代仕込みのローキックで攻めます、さあ足を取られた、さあそしてこれは、おお、サソリ固めに入ります、さあそしてロープを必死に、ロープを必死に近づける、そして突き放す、パラサ近づける鈴木、ロープを逃げ、ロープに向かって逃げる独悪党、そして鈴木が一生懸命上がってこのロープを攻防、あ今ギブアップですか、どうやらギブアップですね、まあ、あれほど完全にサソリ固め決まると、そうですね、ちょっと危険ですかね、さあそしてリング上は対象同士の一戦になりました、結局対象同士の一戦、ブル中野そして長代千草、おっとミルキック、さあ片指で決めるか、決めるか、抑え込む、抑え込む、しかし一時は3対1までになったニューヨーカーズ、この星は取りこぼしたくない、しかしさすがのブル中野です、さすがブル中野、あっという間に2人を千葉に上げて対象同士の一戦に持ち込みました、さあ今度は逆にスコーピオンですよ、いやこれは相当効いてますね、ただあのブルは柔軟性があるんでね、はい、体に硬い人よりはまだ効き目が柔らかいという、あそうですか、しかしこのブルの表情を見ていますと本当に効いているという感じがします、さあこれはかなり長い時間になってきました、さあ返すか返すか、長代もこらえる、長代もこらえる、返しましたブル中野、いやこれは大したもんです、さあそしてインディアンデスロックに入るのか、足を固めに行きます、さあそして足を固めたまま、これはまた変わった技ですね、これ何て言われるんですか、これはどういう技なんでしょうね、ストレッチ技ですけどね、一応アキレス腱固めのちょっと変形されたやつですね、さあそして極悪同盟得意の場外乱闘にもつれ込む、さあヌンチャクがついに出ました、ついにヌンチャクが飛び出した、さあヌンチャクで腕とそして
背中を突きました。放送席の目の前です。さあ放送席の前、さあブルナカノがレッツのごとく起こった。しかし逆にブルナカノが鉄柵です。さあブルナカノが腰をつけました。ナヨチグサが中に戻った。だから危ないよ。大丈夫でした、おさむちゃん。大丈夫です。もう10メートルほど離れてましたからそこの東大阪の駅まで行ってしまいました。あの控室まで帰らないでくださいね。はい。さあジャーマンスーペッコールド決まるか。だって前座の放送ジャーマンスープレックスが出た。さあ一転してブルー中野優勢。カウント2つ。ちょっと目が朦朧としているか長与千草。高さを抑え込み、逆転の高さを抑え込みか。カウント2つ。さあそして抱え上げた。さあ何を見せるのか。長与千草。さあロープに上がる。なだれ式か。なだれ式のブレンバスターに入るのか。なだれ式のブレンバスター。さあカウントは1つから動かない。さあ東大阪の皆さんも懸命に声を揃えようとするんですが、カウント1から進みません。さあそしてパイルドライバーの体勢。パイルドライバー抑え込みが右肩が上がっている。ジミー加山もよく見ます。昨年は惜しくも優勝を逃したこの長与千草のニューヨーカーズ、なんとか優勝のためにいい滑り出していきたいものです。もう東大阪のこの館内はもう争奪です。カウントはさあ懸命に抑え込み合戦。さあ逆にダッシュを取ったジャーマン。これは綺麗なジャーマンだ。最後はジャーマンスープレックスホールド長与千草です。今のはどうですか。今のジャーマン綺麗でしたね。ジャーマンスープレックス完璧に決まってましたね。今完全に弓なりで綺麗でしたね。本当にあのブルがやったジャーマンも非常にいいジャーマンでしたけども、なんかそれの本当のジャーマンはこれだよというようなね、それをなんか見せるような感じでね、しかし長与も倒れ込んでますね。この30分の戦いで相当2人とも体力を消耗したようです。特に最後は大将同士の一戦。おさむちゃん、ジャーマンどうですか見て。いやあれね、一瞬息ができないはずなんですよ。はあれでね、意識がね、朦朧としてるわけでしょ。はいはいはい、一応わからなくて、しかしあれ、僕がやられても絶対ダメですよね確かにもう選手としての本能でなんかね、やったようなね感じでしたが、ちょっとコーナーのところで長与千草が非常に苦しそう。本当に何か苦しい思いで勝ち取った勝ち星という感じがいたします。でブル中のね、3人ほどやってて、疲れかわいそうな気もしたけど、確かにね、まあそれまでの展開が悪かったですね。しかしまあご覧のようにこうやってリング上新しくこうやってコンビを組みましたニューヨーカーズ、この4人にさらに高橋、平田といった新人2人も加わるんですが、この6人で優勝に向けて争うことになっております。ジャガーさん、今日の試合ご覧になっていかがでしたでしょうか。やっぱり最後の試合充実しててすごい面白かったですね。私から見てそうですね、力いっぱいやったってブルガーも本当に頑張りましたね。はいはい、さあ、あすみちゃん、いかがでしたか。いやもうヒヤヒヤしちゃった見てて。でも今日は場外乱闘がこの辺でなかったから本当安心しました。ねえ、よかったですね。はい、おさむちゃん、はい、いかがでした。
初めてご覧になって。初めてですよ、だから、ね、ここにおるとね、選手がね入場してくるとこ見えないんですよ、はい、それを思ったことゆっくり見たかったのでね。あーなるほどね。もうほらファンの人が取り囲むでしょう。はいはい。ほんで僕も同じようにね素人に戻ってどけどけ言うてほんで若い女の子に整理されましたけど、あっち下がって下がって言ってね、下がって白線まで押さえてくださいで電車やないしほんまに。いやでも本当に今日は楽しいね、はい、中継になったと思います。本当あずみちゃんも、はい、おさむちゃんもどうもありがとうございました。平川さんもどうもありがとうございました。でも本当に今日はあの、ね、館内のお客さんが非常に盛り上げてくれまして、ね、楽しい、本当に久しぶりに充実した女子プロレスになったんじゃないかと思います。それではこの辺で東大阪市中央体育館からお別れいたします。ごきげんよう。